はい、立花隆さんで、はい、楽しい落書き見つけたって落書き屋という人はさ、うまいよね。なんかさ、何の説明もないのにさ、わかるってすごくない？ちょっと弟子説明してくれる、この絵に関して。パッと見これどういう状況か説明してくれる？ある男性がもうだからそこはもう立花さんでいいんだけど、立花さんが何かこうホワイトボードでこういろいろね説明してる、うん、まあなんか詐欺とか、なんかそういういろんななんか説明があって、うん、それをこうテレビ越しでいいんですかね、モニター越し、まあ、モニター越しでモニター越しで見てる、うんうん、姫とワンコ、ワンコ、はい、かなと。そうやな。その通りやな。これすごい。一発で分かるよね。こういう才能すごいよね。なんかなあ、なんか例えば風刺画っていうの、一発で分かるっていう才能な、素晴らしいです。やばこれ。これもうちょっと詳しく説明するとな、立花さんが大津彩香は間もなく逮捕っていう動画を出したんや。ね、うん、その動画を出したんよ。そこでこうこうなんかまあ説明はだいたいさ。まあ、あの、うん、お父ちゃんのところに4150万入れたからとかさ、うん、講演会に2000万入れたからとか、うん、もうそれはもう間違いなく詐欺破産罪になるので、もう逮捕されるんですよ、もうどうやっても逮捕しかないんですよみたいな内容やったと記憶している、うん、もう内容は大体わかるよね、別にもうそれはそうやってことやもうその通りやし、だから特別広告が棄却されるから、そうなったらもうことはすぐ動くから、もう間もなく速やかに逮捕って言ってたかな、直ちにはもう 2,3 日やけど、直ちと速やかにともう一個あったんやけどなんか忘れたけど、で速やかに逮捕っていうのはまあ 2,3 週間の間っていうことなんでつって、まあ、速やかに逮捕されると思います、それはもう間違いないですってことを言って、最後に言ったのが、まあ、それが立花さんが一番言いたかったことやと思うんだけど、はい、あの私あの大津彩香が逮捕されますって言いましたよねつって、もうこれはね名誉毀損ですよねつって言って、もう名誉毀損なんで、名誉毀損ですよねつって、だったらあの早く警察行ったらどうつって、今すぐ警察駆け込んだらどうつって、でもできへんよねつって、もうそんなんしたら犯罪人は民事で雇われた、民事で派遣された存在やから、そんなに強制的に捜査とかできへんけど、うん、警察はね捜査権があるので、警察行ってしもたらめっちゃこの辺の4150万とか2000万のことを全部まくられてまうもんねつって、だから行けへんやねつって、めちゃくちゃ煽ってた。なるほど。でそれを見ている、はっきり言うけど大津さん、せんべい食ってんのかなこれ。せんべい食いながら犬をこうギューってしながらブチ切れてるという側ですよね。素晴らしすぎひんこれ。やば、何の文字もないのに説明ができているという、素晴らしすぎです。あでもこれ大津さんで生きてあかんのか、うん、落書き屋さんが書いたどっかの女性やながら、うん、あくまでもな、うん、すいませんすいません、今のは訂正いたします。あのさ、ほんまなんか改めてさ思ってたんやけどさ、うん、やっぱり大津さんって極悪やなと思って。極悪以外の何も、俺の感想なんでね、これはね。うん。別に俺が極悪と思う分にはいいやろ？だってさ、八角部屋は極悪だって言ってるやつもいいんやからな。そうですね。うん、その勝手じゃない。まあ、それは、まあ、俺はそれを、まあ、八角部屋でエゴサーチして見かけるとムカッとは来るけどさ、もうこいつがそう思ってるんやったらしょうがないよねっていう、しか思わへんので。実際そうやんか、うん、この人がそう思ってんやったらそう思ってんやろうなって、その八角部屋は極悪だって言ってる分には何の文句もつけようがないけどね、ないと俺は認識してるからね、あくまでも八角部屋は極悪だって言ってる範疇にとどまればの話ですけどね、うん、まあだから俺も大津さん
大津さんってやっぱ極悪やな、やっぱりやってること言動とか今まさにリアルタイムで、まあ大津さんを知ってから2ヶ月ちょいになるんやけど、知ればする知るほどやっぱりもうリアルタイムでも見るようになってしまったから、最初の頃はさ、まあその時のリアルタイムとなの前のおさらいで極悪やなと思ってたけど、この2ヶ月ちょいの間俺も弟子もさリアルタイムで見続けたわけやん、やっぱりそれでやっぱ極悪やなと思いますよ。弟子はどうですか弟子に振るやつなんて言うんですかね、うん、あのもう師匠おっしゃったけど、知れば知るほど、うん、もうそこが見えないなそこが見えない闇すごい人間の闇すごいよね、ほんますごいなと思った。あーほんでだからさ、どうすんやろな、どうすんやろな。でまあ、 あの立花さんの言う通り、その別にさ逮捕がどうのこうのはまあいつでもええねんけど、とりあえず特別抗告の結果がとっとと出てほしいよね。それで一祭り欲しいね。今さなんかさ、なあ、まあお金をもらって出たのにもらってないけどもらってる事件とかでもちょっとわーっと湧いたけどさ、やっぱり特別広告棄却とかなったらドバーってなってくるからさ、それでまた活性化してほしいなっていうのもあるし、あーこの絵は素晴らしいわほんまなんかちょっと落書き屋さんの絵はちょっと追いかけなあかんな。もう絵から始まる話絵をきっかけに始まっていく話ね、いいですよね。楽しい落書き見つけた。でもこの人の絵見たことないのかな。ちょっと後で探ってみようか、落書きさん、落書き屋さんのこと、うん、まだ面白い、過去にもこういう面白い、別に大津さんに限らず面白い絵があったらね、取り上げさせていただき、なあの著作権とかが問題あるんやったら言ってきてください、すぐ消しますので、ね、言ってきてください。まあ一応 X のポストとして使わせていただいてるので問題ないかなとは思ってるけど、まああの作者様のね、意向は汲み取りたいと思ってますので、もしちょっと都合が悪いっていうことであれば何か言ってきてください。そうね、やっぱり極悪ですねほんまに極悪以外の何者でもないやろ、マジでよ。よ、こんなもん指示してられんな、ほんま。指示してる奴らよ、お前らよ、ほんま。キュッてなってるよね、ほんま。どこかが、お前らのどこかがキュッてなってんね、マジで。こんな人間指示してる奴は、まあ、立花さんを叩きたいだけなんか知らんけどさ、何せよさ、こんな奴にな、加担してるな、お前らな、もう、人間のクズやねん。以上です。はーい。逮捕、逮捕、もうすぐ逮捕。